はい、アーティストインタビューということで、マオシモンズさんをお越しいただきました。ありがとうございます。それではお名前とご活動の内容を皆さんにちょっとお伝えいただければ。マオシモンズと言います。活動内容は、はい、絵をまあ中心なんですけど、はい、立体物とか平面のものに描いたり、で固定とあとは作品提供を主にしています。ありがとうございます。もう本当に多岐にわたるアートを作っていただいているんですけれども、今回も展示で今この出ている作品が、はい、これがまたすごいですね。これはこのアステカ文明のような敷物と、はい、でこの上に乗っているものは全てこうペイントなりの創作を、そうですね、で構成されてますね、はい、すごいですね。これはもうこういう形で作ろうと思ってこう持ってこられた形に持ち入れて決まってたんですけど、はい、あとは持ってきてどう並べるかは、はい、もうその場所、あ、もうその場の、はい、ある意味即興みたいなことを教えて持っていただいたという、これは大作ですね。どれくらい制作期間とかにかかるんですか。どうですかね、でも油絵も初めてここで描いたんですけど、このギターの、はいはい、この油絵が、乾くのが一番時間かかった。実際の制作というよりは、そうですね、塗料の乾き待ちという意外と乾かないんだな、この作通りだなって感じで、なるほどなるほど、その辺もこうスクラップとビルドしながらそうですね、やり方を、はい、やっぱりこの、モーシュモンズさんの袋の形 の、はい、イラストとかもかなり印象的だとは思うんですけども、はい、こういうなんか好きなモチーフというかこだわりのモチーフみたいなのがあったりしますか。どうしても好きなとか、はい、なっちゃうと十字架とか、うんうん、この使ったこういうなんですか、はい、私のこう、どうですか、これあのオールのようなものですか。あ、これは、はい、ソファーの手すりなんです。ソファーの手すり、はい、これいただいたものなんです。はあ、なるほどなるほど。結構こういう昔の、まあ、ヴィンテージというか、もともと使われていた、そうですね、そういう廃材とかも好きですし、はあ、なるほど。こういったこう、なんでしょう、いわゆるアート、芸術活動っていうのは、こうどういう、もう元からこういう何か表現がしたいなっていうような気持ちがあって始められたんですか。書き始めたのが20担当というか、はい、まあ、決心して始めたのが25ぐらい、25歳、はい、それまでは、まあ、そうですね、はい、そんな特に絵を描こうと。そうなんですか。何かそこできっかけのようなものが、なんか絵描いていけたら楽しそうだなって思って描き始めた。なるほどなるほど。それが今続けて10年以上、13、そうですね、13年ぐらい、あ、こういう今現在こういうところにたどり着いてる、はい、すごいです。こういったいわゆる作品のイメージっていうのはどうやって湧くものなんでしょう。結構直感のような。そうですね、あんまり、まあ、この持ってきて並べるみたいな、はい、何かを考えるっていうよりは、うん、最初に描いてしまって、うん、できたものがどうなのかみたいな、そこから何かプラスしていくなり、だんだん見えてきたもので、はい、答えが出るとか、うんうんうん、そういった形の方が自分のスタイルかもしれないです、うんうん、で書きながら、あ、その最初漠然としたかもしれないけど、それをこう、はい、細かく、そうですね、最後までディテールを作っていく過程で出来上がらせていくように、古典とかのタイトルとかも、はい、の後から決める方が多い。ああ、そうなんですか、はい、今までどんなタイトルがあったんですか。
先ほどこの作品に関してもタイトルはどんな感じでと聞いたら、はい、タイトルっていう感じでタイトルつけるの忘れてました。やっぱりその、まあ、トータルとしてのタイトルというよりはこれまずあるものを見て何か感じてもらえたりとか、ね、好きだなと思ってもらえたりということなんですよね。まず見て楽しんでもらえたら、うん、この表現は唯一無二だと思いますね。今現在この、もともと東京に長い間いらっしゃって、はい、で最近鶴岡にお戻りになられた、はい、鶴岡ではやっぱこういうどういった活動が今メインになってますか。鶴岡ではまだ全然こういう本当の、はい、自分作品っていうもの自体はあまり出したことなかった。ああそうなんですか、はい、お店のロゴ描いたりとか、うん、T シャツ作ったりとか、はい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 、っていうのはあった。鶴岡じゃあその真央さんに作ってもらいたいぞってなれば連絡すれば、あそうですね、作っていただける、はい、例えばこういうのを飾りたいんだ俺はっていう人、あそれはそれで全然むしろ楽しいです。おお、はい、こういった制作物とかあとイラストデザイン関係なんかも請け負っていただける、ね、はい、これはすごいですね。なるほど。でそんな真央さんと例えば作品どんな作品があるのか見れたり今後何か活動のこう足跡が見れるようなものって何かありますか。はい、そうですね、一応インスタグラムでそれは全部発信しているので、はい、うんうんうん、インスタグラムで魔王シモンズで検索とかすれば見れるかな、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれからもぜひ鶴岡で素晴らしいアートをたくさん見せていただければ、はい、楽しみにしています。頑張ります。ありがとうございま す, います、それでは魔王シモンズさんにお越しいただきました。ありがとうございました。